皆様こんにちは、ノマディックサウンドの達也です。今まだね、ちょっと中距離で隣の町まで運転していくんで、まあいい機会なんでちょっとビデオ撮ろうかなと思ってます。今ちょっと夕方、まだ夕方なんてないかな、まだ2時、もう3時ですね、3時で、もう11月にもなるとこの時間でもね、結構なんとなくこう夕方のような気がして、日が暮れるのも早くなりましたけど、今ちょっと日がねこっちの方向にあるんで眩しいんで、目がねサングラスかけて運転します。で今日は今から、ラスクルセスに行きます。そう、前回ね、日本語でザーッと話してるビデオもラスクルセスに行く途中に撮ったんですけど、まあそんな感じで今日も同じような感じで今向かってますけど、ですね、前回ちょっと話し忘れたことがあって、それは返品についてということで、完全にね忘れたわけじゃないんですけどね、なかなかちょっと今ビデオを作るタイミングがなくて、それについて作ってないんでね、今日はちょっとその話について、それについて話をしようと思います。まず返品ですが、日本で、ね、返品というと結構大掛かりなことになりますよね。なんかで何か持っていてこれ返品したいんだけどって言ったら、いやちょっとお待ちくださいって、店長で、店長が来て、いや何か問題がありますかって言って、でこう事情を説明始めて、で店長がこうメーカーさんにこう電話したりとかして、返品が来てるんですよって言って、申し訳ございませんって、じゃあ返品を受け取りいたしますって言って、そこからまたなんかこう返品のね手書きのレシートの中にこうハンコみんなで押したりとか、ね、そういうことがあると思うんですけど、アメリカの場合にはね返品は結構簡単っていうか、一応その販売に関して返品がついてるっていう、そういうシステムになってますね。でそれをですね、まあ利用してっていうかね、みんなうまくそれ利用して生活してるんじゃないかなと思いますけど、例えば今ね、僕も家の今工事してて、いろいろパーツを買いますよね。例えば電気配線のパーツで、こうね、アウトライトで差し込み口を買ったりとか、その後ろについてる箱を買ったりとか、線を買ったりとか、でこうね、ワイヤー同士をこう止める金具を買ったりとか、でその前はずっと今プラミングズで給湯器をつけてて、その給湯器も配管のその材料、これを買ってこれを買ってて、いろいろこうね繋げていって、こう給湯器をね取り付けるんですけど、その時に例えばこうエルボーってこれですよね、こうその例えばパイプとパイプのこの90度のパーツ、そのパイプとパイプをつなげる90度のパーツ、それエルボーと言いますけど、エルボーを例えば3箇所あって、ね、3箇所を買って、で次にこうパイプをこう普通にこうつなぐパーツとか、45度につなぐパーツとか、でパイプからあとこうネジが切ってあるね、それにつなげるパーツとか、そういうのをまあ買い物に行きますよね。で例えばなんかこうプランが変わったりとか、気が変わったりとか、それができなかったりとかして、あもうちょっとこっちに回した方が、パイプ回した方がいいかなって、なここは邪魔になるんでこっちにしようって、そういう変わった時にどうするかという、でそういう店が近くに行けばね、少なめに買っといてまだちょっと買い足しとかできるけど、アメリカの場合にはだいたい少し多めに買うんですよね。で少し多めに買っといて、で工事が終わった時に返品をするということになりますね。これはね、みんなそうしてるかどうか分かりませんけど、おそらくねみんなやってるんじゃないかな。で僕もそれを2005、6年ぐらいからね、自分の家をこう修理し始めて、あこうすればいいんだって思って、それを思いついてやったんですよね。
で、ただやっぱりね、ちゃんと管理しておかないといけないのは、その工事中にね、バーっといっぱい工具とかあって、ね、そこでびちゃびちゃにならないように、ちゃんと開ける時も丁寧に開けて、袋を置いといて、バーコードというのもちゃんと置いとかなきゃいけないし、でその辺がねなかったら返品受け付けてくれない部分もありますよね。で、うん、だからそういう意味でね、結構品が悪いから返すのじゃなくて、その余分に買っといて、で余った使わなかったものを返すっていう、そういう合理的なね、ことができるんでね。で僕も今その多めに買ったものをちょっと今返品に行くんですけど、それもね、なんか使うかどうか分からなかったけど、まず買っといて、そしたらね、使わなかったら返せるんで、でその時に次のパーツを買いにね、こういう風にして行かなきゃいけないっていうのを分かってたんで、それだったら別にね、いいんじゃないかなと思って買ったんですよね。まあ、日本での話を言うと、去年ちょうど、ね、短期間横浜に住んでたことがあって、でホームセンターでちょっと買い物をして、でね、全然日本はちょっと違う、システムが違うというのを考えてなくて、それをちょっと多めに買って、ほんで実はもうまあ、それはパイプなんですけど、パイプでそのゴングを吊るす台を作ろうと思って買ったんですけど、で買ったけど、うん、ちょっとプランが変わって、いやこっちよりもこのゴングのスタン洋服スタンドを買って、それを切ってやった方が軽量化できて安くできると思ったんで、じゃあもう買ったやつを全部返そうと思って、で持っていったらえらい大変なことになってしまって、でまあ、そんな感じでね、まずジロジロ見られて、なんかこう、これ返すんですかっていう目 で、なんで何が悪いんですか、なんでこうなるんですかっていうことになって、いやもうプランがちょっと変わったんでっていう説明しても、じゃあなんで買ったんですかみたいな感じでね、結構追及されたりとかして、そういうことがありましたね。でまあそれは日本とアメリカの違いでなんですけどね。あとまあ返品しなきゃいけないものも結構売ってるっていうかね、なんか売ってる側も気にしてないんじゃないかな。なんかね、質が良くないとうちは取り扱い、うちの品物はこういいですよって言って、そういう風にしてね、日本ならなるんかな。まあ今の日本ってあんまりよく知らないですけど、例えばね、いつも日本に帰った時にこう感心するのは東急ハンズですね。東急ハンズは結構多分ね、仕入れる人もその管理して、どういうものを置いてどれがいいものでね、もうすごくやってると思うんですよね。でそういうなんか精神っていうかね、それは本当感動しますね。そういう風にしたら返品のことをどうするっていうことはまずないと思うんですけどね。で今日行くホームディポーなんかは、まず入り口ね、大きなドア、車止めて大きなドアがあって、でそこから入ってまず右か左かに大きな返品カウンターがあるんですよ。だからもうなんていうかな、返品担当の人がもう2人3人いて、ほんでもうね、常に返品を受け付けてるという状態で、で買い物ね、来る人はまず最初に返品して買い物すると、それが僕いつもそういう感じでやりますね。それで近くのね、ウォールマート、まあ、スーパーですけど、スーパーにもね返品があるんですけどね、そこはですね、いやいつもねそこも返品行きますけど。この間インスタントコーヒーを買って、ね、まあちょっと料理にね、ケーキ作ったりするのに使おうと思って買ったんですけど、でそれを返品した時にはなんかいろいろ聞いてましたね。食品なんで、なんで返品するんだ、でこれはいや
なんか僕はまあ間違えて買ったって言って行ったんだけど、でちゃんとね開けて中のこう真空のこのシールが破れてないかとかね、そういうのも確認してましたね。それはまあ当然ですけどね。でまあウォルマートの場合はそんな感じでね、例えばでねレシートがなくても返品できるんですよね。それは結構面白いシステムで、現金の場合、そうそう、でレシートがない、でこれ買ったけど返品したい、レシートがない、でまずカードで買ったならば、そのカードをスキャンしたらその品物を買った情報が出てくるんですよ。だからあの直接カードにこうお金が充填されるようにできますけど、例えば現金で買ってでレシートがない場合にあのねギフトカードをくれるんですよね。例えばこの10ドルのものを買ってで現金で買いました、でその次の日にいやこれやっぱり返品しようと思って持っていくんですよ。ならそれスキャンして、まあ、現金ねって言って、まあ、現金ではあげられないけどあの10ドルのギフトカードですよって言って、でその10ドルのギフトカードを代わりにもらってそこで何か買い物してそこで使うんですよね。ほんなら別に損してないし向こうも損してないしっていうことでね、あそれは結構ね合理的で僕は好きですけどね、その返品のやり方っていうのはね。まあ、あと、まあ、返品についてもちょっとストーリーをちょっと考えてたんだけど、僕の友人のとある友人が、まあ、ヨーロッパかなから来た人なんですけどね、ヨーロッパ方面から来た人 で彼と話してたら、いやアメリカはやっぱりカスタマーケアがいいから、ね、すごくどうのこうのという話してて、僕としてはってそんなカスタマーケアがいいってそれ嘘でしょって、じゃああなたの国は一体どんなどこまで悪いんだっていうね、そういうのをちょっと考えたことありますけど、いやこの国のカスタマーケアがいいっていうもうそんなに褒めるぐらいで、いやその国はね多分確かに悪いと思う、そういう予想がするけど、アメリカのカスタマーケアはねあのなんていうかな、まあ、僕にとっては悪いと思いますけどね。っていうか、まあ、いい面っていうのはそういうところですよね。なんか返品できるとか、あと、まあ、基本的にねその企業とかそういうあのなんか、ね、そこでキャッシャーしてるあの人とかそういう人は特にあ何も気にしないということね。で何も気にしないでから別に返品受け付けるのも気にしないし運のも気にしないしなんか休憩取るのも気にしないで、なんかそんな感じだと思うんですよ。だからそれがまあいいんだけど、逆に僕からしてみると、まあねまあ、その彼の国なんかは多分全然感覚が違うけど、僕からしてみたらやっぱりお客様は神様ですって言ってほしいんですよね。でたまに僕なんかもこうねいろんなことでクレームつけたりとか、なんかガス会社と電話したりとか、なんか今日もねあのニューメキシコ州の保健局の人と電話してたんですけどね、なんかいやたまにねこう頭くることは、いやあの私お客さんなんですけどって言いたくなる時あるんですよね。言う時もありますけどね。いやだから僕はあのその仕事はあんたの仕事で、僕はお客さんです、お客さんはお金払ってそれ買った人なんですよって言うんですよ。で向こうはなんかあーって言ってへーって言って、多分ファファーって全然分かってないと思いますけど、多分そういう感じ感覚ないですからね。お客さんでお客さんがあのいなきゃ俺の仕事は成り立たんとか、お客さんがで神様じゃなければ、商売上がったりやとか、そんなストーリーはねもう全く関係ないんで、もうそれがねなんか腹立ちますね腹立つっていうか、もうなんかなんとかしろよとか思うもんね、そのメンタリティというかね。
で、まあ、カスタマーサービスもそんな感じだし、売る人も買う人も、買う人もそんな感じだし、だからなんか、わけわかんないですよね、それは。まあ、どうしたらいいかわけわからんけど、まあ、僕は自分で、自分のことやってればいいなと思うけど、うん。で、まあ、そんな感じで、まあ、今日は、保健局の人と、その前ですね、昨日は、昨日も保健局の、800ナンバーって言って800番号、日本で言うと0120ですかね、その番号にかけて、で実はコロナのテストをしたんですけど、鼻の中に綿棒を突っ込まれて、そのテストをして、その結果を知りたいんだけど、そのまあ表面的には2日から5日以内にこのウェブサイトに行って、で名前と生年月日と採取した日付を入力して、そしたらその結果が見れますっていう、そういうシステムなんですけど、でまあで2日3日4日5日で、今日でちょうど8日目ですね、昨日で1週間で全然結果出ないんで、ほんで僕も実際どうなってるんだと思って、で、保健局 の、 ニューメキシコ州の保健局の代表番号からウェブサイトとかこういろんな代表番号があって、まあ、そこにかけてみたら、で一応ねその検査を受けたけど結果を待ってるとか結果待ちの人は1番号と書いてあったんで、その1番を押して、そしたらWe are assisting other customers. Please remain stay on the line. Somebody will, you know, get back to, talk to you shortly. っていう、まあそのまあ今混み合ってます、順番で受け付けておりますので、そのまましばらくお待ちくださいと。でそれで待ってて、で3時間ぐらい待ってたかな結局。その間なんか人から電話かかってきて、ちょっとごめんって言ったりとかしてて、で充電途中で入れたりとかして3時間ぐらい待ってて、今度は繋がったんですよね。で繋がったけど、なんかねそういうことを言って、まあもう1週間待ってるんだけどって、でじゃあ結果見るわって言って、で見て、いや結果出てないって言って、あそうなんだって言って、結果出てないって言って、ほんで今朝ね、だから結果が、だからその自分 の、 その名前とか入れて結果が出てくるんですよね。で今朝それは1日に2回発表がありますね。9時、朝9時と夜の6時に発表があって、でその2回のうちに、だからその真ん中で見ても同じなんですよね。その時だけしか更新されないんで、で毎日こう2回見てて、で念のためにもう1回見たりとかしてたけど、いやもう全然更新されない、どうしようかなどうしようかなと思ってて、で昨日かけたら、いやまだだとか言って、まだ、うん、OK、 じゃあもうちょっとチェックしてみるわって言って、待ってみるわっていう感じで、で今朝ね地元の保健局にかけてたら、なんか今もうなんか検査で忙しいから1時に電話してとか言って、なんか切られちゃって、もうなんか頭切れ、もう1時に電話するからって言ってかけ直すし、もし私かけ直さなかったらかけ直してとか言って、なんかえらい剣幕で言われて、なんか何だこれはと思ってたんだけど、で、私の電話番号を教えて、で一時にかかってこないからかけたんですよね。ほんなら留守番電話 で一応こういうものだけどかけてくれって言ったら、ほんなら1時45分ぐらいかなかかってきて、でおばさんがかかってきて、さっきは怒ってたけど、なんか今回は冷静で、で名前言ってって言って、名前言って、あネガティブって、ありがとうございましたそれだけで終わったんだけど、まあ、ネガティブっていうのは陰性ということですよね。だからね、多分僕が思うにはこれは多分合ってると思うけど、
多分ね、名前とかね、そういうなんかこう入力する人が間違えた。だから僕がそこにアクセスしても見れない。で、州のその800番の番号にかけて、その人も結局そこにアクセスするんですよね。だからその情報、僕の合ってる情報では見れない。でも地元の保健局の人は一応そういうデータ検査した名前とか全部もらうんで、で僕の生年月日とか言ってないんですよ。ただ名前を言っただけで、で名前をパッと照らし合わせて、もしかしたら紙に書いてるかもしれないし、照らし合わせて、あ、だ陰性っていうふうに言ったよね。だから多分ね、間違えてると思う。まあいいんですけどね、間違えててもまあ陰性だったからいいけど、ただこういうことで間違えられるとちょっとね、これすごく重要な問題やし、ね、僕がもし例えば陽性でね、こうやってうろうろ動き回ってたらちょっと大変なことになるんだろうしね。だからまあそのさっきも言ったカスタマーサービスのなんかええ加減さとか、それでは通用しない分がありますよね。うん、でまあまあね、陰性で良かったんですけどね。まあいやっていうのをね、ちょっと心配してたことがあって、ね、まあこれ日本語やからね、別にね、これ日本語わかる人しか多分理解できないし、英語でもしかしたら英語になるのかな、なんか訳されたりとかしてるかもしれないけど、まあそれでもいいけどね。まああんまり政治的なこととかはこうね、虚構の場であまり話したくないし、それでこうなんかいつまでも残っちゃうんでね、そういうのを一応特に気にしてますからあんまり話したくないけど、ちょうどね、検査を受けた2日ぐらい前かな、あるね、マスクを拒否するような人の、拒否するんですよ、その人の事務所に行ったことがあるんですよ。で僕はマスクしてたんですけど、でその人はマスク拒否で、まあその時の話で僕がスクーター乗ってるんですよね。でまあ言ったらスクーター、日本で見かけるのはね、スクーターでエンジンがねちょっと大きめで200あって、だからでもまあボディはね、ちっちゃな普通のスクーターみたいなちっちゃなボディですけど、でそれ乗ってこう、まあ街中はね、遠出はできないけど、まあ家の周りとかそういうのはそれで過ごすんですけど、でそのスクーターのまあ話になって、でなんか変なこと言ったんですよね、その人が。スクーター乗るって、あーって言って、スクーター乗って、バイクに乗って、そんな危ないことをするのに、お前は今マスクしてんのかって言ったわけよ。僕は、え？ってなって、その言ったことに対して。で、まあ、その彼は何が言いたかっていうことは、マスクしてコロナとかそういうのは信じてないんですよね。だからマスク拒否派で、マスク絶対しないで、いやバイクの方がコロナよりも絶対に危ないって言って、そういうお前はマスクするくせにバイク乗ってるっていう、そういうなんかちょっとかけたような、そういうバカにしたようなことを言ったんです。それで僕はちょっと頭にきて、まあいいんですけど、そういうことを言われて、でふざけるなとか思ってたけど、その逆に僕は考えたら、そこの事務所に自分がいた時間とかね、40分ぐらいとか30分ぐらいかなとか考えたら、ちょっとなんか帰ってからね、なんか塩とベーキングソーダを水に入れてうがいしたりとかして、なんかえーって言って、もう目薬さして、なんかもうちょっと、いやすごく不快な気分になって、もうこう自分でこうパラノイになるというかね、あーでもこれはでも絶対こいつは
あの無症状なやつやとか思ったりとかしてね。でそうそう、でまあそれもあって、まあコロナのテストはまあ前からちょっとね受けとかなきゃいけないなと思って、まあただなんでね、あのしとかないといけないなと思ってたんだけど、特にそのことがあってから私はもう絶対に受けようと行きましたけどね。でまあコロナもなテストもうちもまあね6000人5000人のちっちゃな町なんで、そのテストもね保健局って言ってもなんか公民館みたいなところなんですよね。で公民館のそのそういう保健局の前にこう駐車場がこう6台か7台ぐらいこう頭から突っ込めるようになっちゃって、でこっち側にまだ駐車場があって、でなんか来た人はもう順番にこの駐車場にこう頭突っ込んで、でおばさんが一人こう、あはいこんにちはって言って、あもう登録しましたかって言って、名前はって言ってこうなんか照らし合わせて、ほんでなんか紙書いてワイパーのところにバッと挟んで、でもう一人のおばさんがこうあの検体をね、あの綿棒で取っていくんですけど、ほんであの行ってね、でこうね、ちょっとこうちょっと坂になってるかな、でこうみんな車止まってやって、でもうみんな窓開けてこう、ね、エンジン切ってこう止まってるけど、僕そこにね、それは僕ボルボで行ったかな、ボルボで行って、でこうなんかこう空いてるところにこう入ろうと思ったけど、その窓が開いてるやつの隣に一緒にこう並んで止まるのが嫌 でちょっと下がって止まったんですよ。でこうなんかテトリスのこうへっこんだみたいな感じで、そういう風にして止まって、でおばさんがこう検体、あ最初からね紙に書いたその内容確認をしてる時に、なんかねここ前に立ってねこうやって組んでね、なんか怒ってるんですよ僕の顔を見て。で、あ何で怒ってるのかなって言ったら、一緒に come to the floor って書いてこうなんか前に来いって言って、いやでも嫌やなと思って、でまたエンジンかけてちょっと前に行って、まあまあね、僕としてはその来てるその検査の人の隣の窓開いてる人の横に自分の窓がこう並んで、その風がこっちに来るのが嫌やからそうしたんですけどね。でもうん、本当まあね、あのまあそういうことで、ほんでまあ綿棒もね長い、まあ綿棒っていうとプラスチックのこうねビローンってこう長いやつでキュッと中入れてぐるぐるぐるで、こっち入れてまたぐるぐるってやって、これはまあなんか脳みそをこうちょっと味噌取りみたいな感じ脳みそをちょっとねあの検査するような感じですけどね。でまあ涙がポロッと出ましたけどね、それぐらいでまあ大丈夫で、ほんでいやなんか取って、ほんでポロンとか言ってなんかその検体してるおばさんがなんか落として、あもしかして落としたって言ったら、いやあのなんか蓋が落ちたって言って、いや検体したのは落ちてないって、あそうって落ちたんかもしれんけどね、まあそれはあれだけど、まあそういうことでね、結構あのいや検査もね、実はここのねうちのまあニューメキシコ州というのは結構、まあ、そんなに潤ってるね、あの、まあ、どっちかというと貧乏な州ですけど、まあ、特にこう南のね私が住んだところはあんまり、ね、そんなウェルスイじゃなくて、北の方に行けばねサンタフェとか、タオスとかそっちの方に行けばねもうちょっとあのお金はたくさんあるんでしょうね。まあでもこの辺で、まあ、何でお金の話してるんだって、まあ、まあその検査をして、で、まあ、一つ僕は考えれるのは、あの町の構成で、まあ、5、6000人の人口ですけど、あちょっとなんかテキストメッセージ、5、6000人の町ですけど、
そうですね、友人とかね、大体僕の知り合いっていうのはみんなどっかから来た人ですね。ここ地元の出身の人はいないですね。でみんなあのカリフォルニアから来たり、ニューヨークの人とか、シカゴとかミネソタとかですね、みんな大都市からここにたどり着いたような人ばっかりで、でその友人とかね、みんなまあみんな年いってるんですよね。結構70とか60代とか80の人はあんまり見ないけど、70代かな、みんなで、みんな年いってるんで、で何かとね、もう持病というかなんかあって、でそこにこうね、僕なんかまあ若い方で、若いやつがこうね動き回ったりとかしてたら、ちょっとね、良くないなっていうのはまあ一つあって、まあ、検査しようかなというのもありますね。あと、まあ、まあ友達と話しててね、例えばそういう学園都市のようなところに住んでる人らはもうなんか毎週検査してたり、学校がねそういう検査を提供してたりとかして、もうなんか100回くらい多分やってる、毎週やってたらね、それぐらい100回もないかな、まあ、月に 4,5 回4回で6ヶ月やれば24、まあ、まあ2、30回ぐらいはしてるんでしょうね。で今はもうそういうとこはこう鼻に突っ込むじゃなしに唾液で検査したりとかしますのでね。でまあそういうのをしてるところもあれば、ここみたいになんかもう田舎でね、まあ田舎は安全だろうけど、なんかある記事を読んでて、で記事というかね、まあその人口、1ミリオンで何だ、1億か10億か、その1ミリオンのに対しての何ていうの、あの感染者がこの辺りはね、やっぱり結構高いんですよね。それがまあ、そのね計算の仕方が合ってるかっていうと、まあそうじゃない、1ミリオンだからって言って、まあね、人との距離がかなり遠いですからね、ここにいたら。だからまあそういう意味ではちょっとね、そこに当てはまるかどうかわからないけど、まあ結構な、ね、感染者あるんで、あとね街もテキサスとかそういうとこからみんなバケーションで来たりとか、人は流動的にね動いてるし、で、まあ、僕はそのねある人がマスク拒否者の事務所で過ごしたっていう時間があったりとかしますけどね。あとなんか、まあ、僕としてはなんかこう今なんかよくわからないですよね。1月12月末から1月にかけてかな、1月ぐらいかな、結構なんか、まあ、自分ではその辺りにコロナにかかってたんじゃないかなとなんとなく思うんですけどね。まあ熱はなかったんですけど、結構鼻と咳がひどかった時期があって、で、まあ、その時もね、あの医者に行ったりとかしたけど、全然なんか薬もらってでも全然効かないみたいな感じで、それからまあ自然に治ったんですけどね。まあ、その僕としてはあの過去にそれかかったことがあるかどうかっていうのは、そういうテストが一番ね受けてたらそういうのをしたいんですけどね。で、まあ、それもあってね、なんかいつかは受けようかなと思って、いやそう、受けに行くのもなんかそういうとこ行くの嫌だなとか思いながら、まあ、家でね行ったりとか、まあ自分の行動範囲では多分おそらく大丈夫だろうし、行ったらねそう言ってそのね、まあ建物の中にね入ったりとかしなくて、まあ、車の中でねそうやって車にこう検査員がこう来てやるんで、別に そこまで危険じゃないかなと思って行ったんですけどね。そしたらこう窓が開いた車の隣にこう並ばされるというかね、まあ何でもなくてよかったんですけどね。あれはでも
ね、次そこに行くってなったらちょっと考えますね。っていうかこれで行くのがいいかもね。バンで行ったらちょっと高いから、あのね、この空気吸わなくていいけど、うん、でまあそのそんな感じですけどね、今のところは。まあ、あの、まあ、自転車もね、なんか結構頻繁に乗ってるんで、まあ健康だし、まあコロナにはかかってないとは思ってたけどね。でもそういう結果報告があって私は嬉しいですね。そうですね、まあ、今こんな感じで、まあ、工事やったりとか、まあ、弓もね結構頑張って作ってますけど、できればねいろいろ旅っていうか、まあ、まあ日本に行きたいですね。今ね日本に行ってなんかもうわけわからんというか、もうね、もうあの仕事、まあミュージシャンのね仕事があの完全になくなっちゃったわけで、で本当ならばね今年はすごいツアーしてたんですけども、ツアーも一個もできなくて、で来年できるかというのはそれもわかんないし、でまあね、なかなかこういう時期には、ね、いろんなあの新しいことをしたりとか、ちょっとね、まあ、気持ちの問題もなんか難しいしね、なかなかあの素直にはすんなりと次のことがね何か新しいことやったりとかできるんで、そういうわけじゃないんですけどね。でも、そうですね、まあ乗り切りましょう皆さん。まあ日本ではね結構もうギグとかみんなやってるみたいですけどね、まあ乗り切ってね、いや乗り切れると思うんでね、でまあ今ある現状はなんかなんていうかな、まあ最近こういう風に考えようと思ってるのは、まあギフトっていうかね、なんかこれをギフトで今の現状をいただいたというかね、でこの現状というのはなかなか、ね、作ろうと思えば思っても作れるもんじゃないし、で大変なことをいただいて、で、ね、最近の選挙もなんかねそういうこともあるんじゃないかな、いただいたというかね、ギフト、ね、で、まあ政治の話はあんまりしたくないですけど、なんか、ね、そのいただいたコロナが来て、そのいただいたものによってまた大きく流れが変わったというのもあるんじゃないかなと思うし、うん、そういうのもいただいたわけで、でまあそれをだからね、あんまりこう粗末にしないで、いただいたものを大事にして、でね、あの動物とか植物とか、あ、地球とかそういうのをね可愛がってあげて、でやればなんとか生き残れるんじゃないかなと思いますけどね。まあそんな感じですね。そろそろもうかなり長いこと話しましたけど、今のねこの景色がすごく綺麗なんで、今回もう話だけでも景色撮ってなかったけど、まあこんな感じですね。今もうなんか夕方のようですけど、まだちょっと早い時間で、この窓ガラスをね割れてるんでね、なんとかしたいなっていつも思ってるけど、ね、結構亀裂がガーンと入ってますよね。まあ、まあ、今日明日別にねそれでバサッと崩れたりとかっていうことはないと思うんで、まあ、その辺も安心してますけど、まあそういうことで、長々とお世話になりました。お楽しみいただいたことを願ってます。それじゃあまた。